Hello everyone。 さあ3月になって、暖かくなってきましたよ。よく日本語レッスンでは助詞を聞かれるんだけど、本当はね、助詞はなくても意味が通じます。でも今日はこの前のライブでうまく説明できなかったので、ちょっとフォローアップで、ビデオを作ります。助詞のがはおのに一緒に勉強しましょう。私はストロベリーパンを食べたい。主語を表すは、私は、あなたは、彼は、彼女は。私がストロベリーパフェを食べたい。主語を表すが、あなたでもない、彼でもない、彼女でもない、私が、強調が。ストロベリーパフェが食べたい。ストロベリーパフェを食べたい。目的語を表すが、パフェが、パフェを、同じ働きです。目的語を表すがとを。これは私のストロベリーパフェです。所有を表すの、私の、あなたの、彼の、彼女の。私はストロベリーパフェを食べるのが好きです。名詞を作るの、食べるの、食べること、食べるのが、食べることが。前に名詞を作ることのビデオを作ったのでカードに入れておきますね。ストロベリーパフェを食べに来た。目的を表すに、目的、食べるために。このお店はデパートの中にある。場所を表すに、デパートの中に。娘にごちそうした。人、相手を表すに、人に、娘に。財布が空になる。結果を表すに、空になる。私食べたいでも OK、 財布からでも OK。 わかります。私の英語も前置詞がなくても分かってもらえるように、助詞がなくても分かります。とにかく話す、声を出して練習しましょうね。見てくれてありがとう。